北海道銀行、吉村沙也香織ら主力4人と契約終了。新チーム、フォルテユスとして活動へ、カーリング女子で21年、日本選手権優勝の北海道銀行は11日、6人のメンバーのうち、船山弓江、金光谷安綱、小野寺慶歩吉村沙也香織の主力4人と、11月限りで契約を終了すると発表した。4人は今後、新チーム、フォルテユスとして活動を継続する。 北海道銀行は12月1日付でカーリング部を設立し、現メンバーから残る2人の伊藤綾美、田畑百派が加入する。6人での活動は11月6日開幕のパシフィックアジア選手権、カザフスタンが最後となる。スキップを務めてきた吉村沙也香織は、今回このような決断に至るまでたくさん考え悩みましたが、 先輩方が築き上げたこのフォルテイウスを今後もつなげていきたいという思いがあり、選手としての挑戦や選手としてだけではなく育成活動、普及活動、セカンドキャリアとしても幅広く活躍できる体制づくりに挑戦し、ゆくゆくは若手の選手につなげていきながら何年経ってもたくさんの方々から愛され応援してもらえるチームを作っていきたいと思い、このような決断になりました。 新たな道にお互いが進んでいきますが、これからの北海道銀行女子カーリング部を応援していますし、私たちも負けないよう頑張っていきます、とコメントした。